赤耳混合インコは、超高インコ木曜無カ混合インコ族に分類される、蝶類。ボリビアチューブ固有種全長55から60センチメートル。時候後部や肩は大イ赤色。おば上面の色彩は青みがかったオリーブ色で、先端は青い。おば下面の色彩は黄色。翼上面の色彩は緑。翼下面や人間でいう手首は大イ赤色。 風切りは上面の色彩は6小色で、風切りは下面の色彩は黄色。目の周囲が羽毛がなく、ピンクがかった白い皮膚が露出する。露出部の内眼前部には赤、目後部には暗褐色の短い羽毛が島状に生える。光彩は大色。くちばしの色彩は黒海色。標高1100から2500メートルの峡谷内にある、やや乾燥した落葉樹林やソ林。 ヤブち、サボテン類からなる植生などに生息する。非繁殖期には大規模な群れを形成し生活する。草、果実、豆類や、鞘、サボテン類などを食べる。繁殖様式は卵生。集団繁殖地を形成することもある。10翌4月に岩の割れ目に巣を作る。1回に1から3個の卵を産む。飼育下での放卵期間は26日。ひなは、 孵化してから70から73日で巣立つ。トウモロコシやナッツ類などを食害する。農地開発や、花放木、焚き木採取による生息地の破壊、害鳥としての駆除、ペット用の採集などにより生息数は激減している。本来の生息環境である乾燥した落葉樹林が破壊され、有刺植物やサボテン類の矢吹となることで、植物も不足し、 食物不足から農作物を食害することで駆除されるという悪循環となっている。農薬による影響も懸念されている。1981年にインコ目単位でワシントン条約付属書2に掲載され、1983年にワシントン条約付属書き合いに掲載されている。ボリビアでは法的に保護の対象とされ、採集や輸出などが禁止されている。 1994年における生息数は2000から4000羽と推定されている。2007年における生息数は500ペア以下と推定されている。ありがとうございます。